サイクスです。何か分かったのか、バグズ。アスラム四将軍が一人、パグズと申します。イリーナ城に関してですが、残念ながら新たな情報はありません。しかしながら興味深い情報を二つ入手しました。一つは、若い女性を引き連れた怪しい一団がガスリン洞窟へ向かったというものです。若い女性。もう一つは、ロベリア廃城にて夜ごと怪しい人影が目撃されております。あの廃城は昔から犯罪者の巣窟だ。今回もその類では。今回は違いますな。信頼できる筋からの情報によりますと、どうやらアスラム兵が出入りしているとのこと。確かに興味深いな。ありがとうパグズ。俺その場所を調べてみるよ。待ちたまえラシ君。それでは四将軍を連れて行きなさい。アスラムの平和と秩序を守るのも我らの務め。どちらも見過ごすわけにはいかないのだ。それにラッシュ殿は世界的に高名なレムナント研究者サイクス夫妻のご子息。そのラッシュ殿のために我らがお手伝いするのは当然のことです。申し訳ないが素性は確認させてもらった。いや、父さんたちが有名人でよかったよ。カマワン、エマ、報告を。イエス、マイロード。取り急ぎセラパレスにあるアカデミー支部と連絡をつけ、こちらでラッシュ殿をお預かりしている旨は伝えました。アカデミーに連絡してくれたのか。助かった。アカデミーって連絡をなかなか受け付けてくれないからさ。あそこは秘密主義の塊だからな。ありがとう、エマ。しかし、エルシオンのアカデミー本部にまで正確に伝わるかどうか。大丈夫だよ。家族がさらわれたんだ。いくらアカデミーでも父さんたちに伝えてくれるさ。ただ、サイクス夫妻は現在、大事な研究に関わっておられる。動けるまでには時間がかかるだろう。ご両親から連絡があるまでは、私が力を貸そう。ああ、ありがとう。Thank you.
行くぜ行くぜ行くぜ。なんでこんなとこに女の人が集められてんだ？こりゃ、もしかして、そこで何してやがる？おめえら、あれだな。近頃この辺りをうろうろしてるって噂の闇ブローカーの連中だな。闇ブローカー？何者だてめえら。おめえらみたいなのが心の底から大嫌いなもんだよ。今すぐぶっ潰してやるから覚悟しな。ラッシュ、おめえも手伝うよな。
もちろんやってやるぜ。生意気な、てめえらこそ生きて帰れると思うんじゃねえぞ。
いつらを叩くぜ。横から行くぞ。なんでこんなとこに女の人が集められてんだ？こりゃ。We'll be right back.
横やりかよ。
行くぜ。でいいでしょう。
行くぜ。こいつらでいいでしょう。こいつらでいいでしょう。Thank you.
行くぜ。こいつらでいいでしょ。おっと、横から崩すぞ。こいつらでいいでしょ。ここだ。聞いてますな。横から崩すぞ。まだまだ成長しますぞ。同じじゃねえかよ。設定設定。
行くぜ。よいかね、諸君。レムナントとは決して神の使いにあらず、人々を堕落させる魔の存在である。今は何ともないかもしれない。しかし遠くない未来、必ず災いが降り注ぐであろう。天は轟き、海は荒れ狂い、そして大地が引き裂かれるのだ。人は人らしく実直に生きねばならない。魔の力を使ってまで楽して生きようなどとは決して許されることではない。そうだ、立ち上がれ諸君。まずはこの堕落の象徴であるアスラムに正義の鉄槌を下すのだ。我が同志たちがアスラム兵になりすます。そして罪深きアスラムを混乱へと陥れるであろう。その時が動き出すチャンスだ。人が人らしくあるためにも必ずや成功させようぞ。おい、これってどうやら反レムナント活動家のようですな。なんかさっきから怖いこと言ってるけど、放っておくわけにはいかないよな。何者だ。ラブイン、おお、あれこそは魔の使い、卑しきアスラム校の従者どもではないか。見よ、堕落しきった、緩みきった情けなきあの顔を。ああなってしまってはもはや助かる道はないぞ。ちょうど良いではないか、諸君。アスラムに鉄槌を下す前の景気づけだ。あの従者どもを血祭りにあげ、輝かしき我らが勝利の門を開け放つのだ。危ねえやつだな。覚悟しろ。ああ、どうやら戦うしかないようですな。